積み荷に火をつける間、私の援護止まる時間がないぞ。これ以上早くはできません。敵を倒した。ここも火がついた。次のところに移ります。俺は前進する。衛兵をやった。リロード中です。
り長くは持ちませんよ。扉を開けて。承知しました。どうやってここを。時間がありません。敵が造船所に集結しています。逃げましょう。あなたも運のあるうちに。もうここに用はない。このことを評議会に知らせなくては。お気をつけください。これは政府に内通者がいるから成し得たこと。船着き場で騎士団の姿をご覧になったでしょう。お前の言うことが正しいのであれば。半獣は苦しい戦況にいました。今彼らはインド連合を利用し世界に恐怖を広めている。力を貸して。私は騎士。国を守る義務がある。破壊などさせぬ。ならば疑いなさい。ごきげんよう騎士様。もっと違う形で出会いたかったわ。どうすれば会える。ホワイトチャペルで私の名を。グレイ、一体どうなっているの。後にしてくれ。私から逃げないで。ホワイトチャペルで見たのよ。後をつけたのか。心配だったの。橋での戦闘の後姿を消したでしょ。お前は知らない。これっぽっちもな。これは秘密の潜入任務か何かなの。そういうことなの。その話は後だ。一体どうしたの。マロリーが殺されてからあなたはまるで。なんだ、まるでなんだ。わからない。別人みたい。信用できるのかさえも。何でもいいからお願い話して。今はダメだイザベル。私には関わらない方がいい。お前のためにも。エヘ、ラファイエット将軍を見つけ図書館に召喚しろ。評議会の中核に達しています。お前の告発は実に馬鹿げている。到底信じられん。大法官閣下のお許しがあれば。許可など出さぬわ、うん、二度とこんな馬鹿げた世まい事など聞きたくない。あんなに堅くななお前の父を見たのは初めてだ。お前の申し立ては帝国を揺るがすものだ。マロリーの死に加えてさらなる悲劇は見たくないのだろう。ブラックウォールヤードに行くだけの話だ。
一体何のためにだ。被害は壊滅的だ。放火犯の仕業だとドイル長官は言っていた。犯行前に少数の反乱軍が目撃されたらしい。証拠は割と長官の言葉で言えば確か。なあ、初歩的とか。お前はどう思う？どうとも思わん。望むなら大法官にこの件を評議会にかけるよう促すが。もし本当に内部に裏切り者がいれば、我々が気づいたことがバレてしまう。ではどうする？夜になったらインド連合会社の社屋に忍び込むんだ。ここ数日に起こった出来事に関する情報が必ずそこで見つかるはずだ。インド連合の本部に侵入すると？お前もマロリー同様無謀だな。思い切った決断が必要な時もある。お前の協力が必要なんだ。騎士団の指揮官である私が見られるのは。お前は内部を熟知している。私にはインド連合社屋でのお前の案内が必要なんだ。もし陰謀が暴かれるとしたならば、お前の証言が十分な証拠となる。いいだろう。だが侵入するのに二人では心もとないな。しかもそれが事実なら信頼できるのはイザベルにラファイエル。証拠をつかむまで巻き込みたくはない。では誰だ？頼れそうな人物に心当たりがある。オンに切るぞ。そろそろ連合社屋だ。正面玄関から乗り込むつもりか？大丈夫だ。潜入の手はずは整っている。思っていたよりも敷地の侵入に手こずったかな。着いたぞ。社屋の裏口か？まあそんなところだ。こんばんは。ブラウンシス。用意はできているのか？打ち合わせ通りに。装備はテーブルの上です。屋上へは寝室から抜けられます。よくやった、フランシス。何なりと書くか。いずれ真実が明かされるだろう、セバスチャン。フランシスは軍に従軍してたのか？